今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。本日なんですけども、ちょっとね iPad 関連製品でいいものを見つけちゃったので、そちらをサクッとご紹介していこうかなと思っております。何を紹介するかっていうと、新しいペーパーラックフィルム、結構いいものを見つけちゃったので、こちらをご紹介していきます。ペーパーラックフィルム、結構ね知ってる方も多いと思うんですけども、どういうものかっていうと、 iPad の画面に貼り付けて使うフィルムの製品になっていて、表面にねちょっとした引っかかりとか凹凸を作ってくれて、紙に書いてるかのような筆記感を提供してくれるのがこのペーパーラックフィルムって製品です。世の中にたくさんペーパーラックフィルムってあるんですけども、今日はねその中でも今一番これがおすすめなんじゃないかってものを見つけたので、そちらをご紹介していこうかなと思っております。というわけで早速いってみましょう。というわけで、まあ製品をご紹介する前に、これまでのペーパーライクフィルムが何がダメだったのかっていうところについて改めておさらいしておきます。ペーパーライクフィルムっていうのは、先ほどご紹介したように iPad に貼り付けることによって、まるで紙に書いてるような筆記感を提供してくるようなフィルムなんですけども、これずっとつけっぱなしでいいのかっていうと、結構そうでもないデメリットもあって、表面がねちょっとねザラッとしてるからこそ、指でスワイプする時の滑り心地が悪くなっちゃったりとか、画面の鮮明さっていうのもぐっと落ちてしまうんですよ。なので Apple Pencil を使うときは便利なんだけども、極力それ以外のシーンでは、まあ、貼りたくないよねっていうのが今までのペーパーラックフィルムだったんですよ。そんなペーパーラックフィルムのデメリットを受けて、ここ数年トレンドになってるのが着脱式のペーパーラックフィルムです。これはちょっと弱めの糊が貼ってあったりとかすることによって、使うときだけ貼り付けて、使わないときは簡単に外すことができて、何度でも貼って剥がしてできますよっていう風なペーパーラックフィルムになっています。僕今まで結構いろんなね着脱式ペーパーラックフィルムをご紹介してきて、これまで一番おすすめだっていうところで、この YMI ワールドっていうものを紹介してきました。このペーパーラックフィルムは周囲の黒い部分ですね、ここにだけ接着剤がついているので、これを iPad の画面に貼り付けると一時的にはねちゃんとピタッとくっつくんですよ。でも真ん中の部分、ここには接着剤が入っていないので、周囲からちょっとめくると簡単に剥がすことができるんで、まあ、着脱式ですよみたいな、まあ、こういうペーパーライフフィルムをご紹介してきたんですね。で今回新たにこの YMI ワールドよりも僕は使いやすいなと思っているものを見つけたので、ご紹介するっていう風な動画になっております。でも結論からね、何を見つけたのかっていうと、こちらです。じゃじゃん。これね、ベルモンドっていうメーカーの着脱式ペーパーライフフィルムになっております。ベルモンド自体はもともとガラスフィルムとかアンチグリアフィルムとかたくさん作っている、結構僕も信頼を置いているフィルムメーカーなんですけども、ここがね結構最近だと思います、着脱式ペーパーライクフィルムをこれ販売していて、 Amazon で偶然見つけたのでこれ買ってみたんですけども、これがすごく使い心地よかったので紹介したいと思っております。じゃあこのね YMI ワールドのものじゃダメなのか、どういうところがベルモンドの方が優れてるのかっていうと、ベルモンドのものはこんな感じの製品になっていて、これね上下この上と下にマグネットがついてるんですね。なのでマグネットで一時的に iPad の画面に貼り付けますっていう風な仕組みになってるんですね。片やこっちは接着剤です。でこの接着剤タイプってのはピタッとしっかりくっつくんですけども、その反面ちょっととこうくっつき力が強いんですよ。なので僕の場合とかは普段はアンチグリアフィルムっていう反射防止のフィルムを iPad に貼り付けてるんですね。でペンを使う時だけそのアンチグリアフィルムのさらに上から二重貼りとしてこの貼って剥がせる着脱式のペーパーライクフィルムを貼っていました。でこれでね全然問題なく使えてて、まあ、いいなと思ってたんですけども、このね YMI ワールドのペーパーライクフィルムはここに接着剤がついているから、貼ってペンを使って剥がす時にこうね四隅からめくると、下に貼っている、もともと貼ってたアンチグリアフィルム、このフィルムはもうずっとつけっぱなしにしたいなと思ってるんですけども、これが一緒に剥がれてきちゃうっていう風な、まあ、こういう問題があったんですよね。なのでちょっとこれは、まあ、慎重に貼って剥がさないと下のフィルムごと剥がれちゃうんで、ちょっと使いづらいなっていう風に思ったんですけども、こちらのベルモンドの製品の場合はマグネットタイプなので、貼って剥がす時ももともと貼ってるフィルムごとこう剥がれてしまうみたいなことがなくてですね、使いたい時はピタッとくっついて、剥がしたい時は簡単に剥がれるっていう風な、より着脱が簡単になった製品で、これがいいだと思ったんで今回ねご紹介しようと思っております。というわけでちょっとね実際使ってみた映像っていうのも一緒にお見せしようと思います。はい、というわけでね iPad 用意したんですけども、これねすごい使い方簡単で、もうね載せるだけなんですけども、これ表裏があります。このね端の部分がちょっと出っ張ってるんですよね。この出っ張ってる方を上にします。でこのフラットになってる面を、この iPad の面に載せて、こうやってパチッと止めていくんですね。するとちょっとマグネットの位置があるんで、こうやって自動的にパチッとね止まってくれるんですけども、こんな感じですね。
で、もうあとこの状態で、ね、書くだけです。一応これね、ケント紙っていうタイプのもので、ちょっと表面が滑りやすいような紙っぽい質感っていうのを再現してるんですね。なので、そのめちゃめちゃがっつりとこうしっかり摩擦感があるかっていうと、そんな感じではないんですけども、まあ、個人的にはこれで十分ペーパーライク感っていうのは得られるかなと思って、普通に使いやすいペーパーライクフィルムだなというふうに思っています。こんな感じで書けますね。で、このね、マグネットタイプだからこそ剥がす時もね、こう簡単にスッと剥がれるんですけども、これがね、この YMY ワールドとは違うポイントだったりします。で、僕の動画ね、結構昔から見てる方は、僕昔にもこのマグネットタイプの着脱式ペーパーライクフィルムとしてペーパープロっていう製品をご紹介したことがあるんですね。で、そのペーパープロを紹介した時はマグネットタイプなんだけども、ちょっとずれやすいですと、結構こうね、ガッと指を走らせたりとか、ペン先を走らせるとちょっとペーパーがずれることがあるんで、ここだけ注意ですねって話をさせてもらいました。ただ今回のこのベルモンドのものはマグネットタイプなんですけども、全然ずれないです。こんな感じでガンガンスワイプしてもね、全然ペーパーずれる気配ないですよね。こうやってアップルペンシルのペン先をガッと力を入れて走らせても全然ずれることはないです。これ以前紹介したペーパープロとどこが違うのかっていうと、以前のペーパープロはこの上だけにマグネットが入ってるみたいな製品だったと思うんですよね。で、今回のベルモンドは上下にマグネットが入ってるだけじゃなくて、これね、 iPad と接する面、この裏側のこっち側ですね、ここがマグネットプラスちょっと滑り止め加工みたいなものがされてるんですね。触るとちょっとザラッとはしてないんですけども、なんか iPad の本体とピタッとくっついてね、滑りにくくなるような材質が使われています。なので、マグネットであらかた位置を決めてパチッと止めて、あとは密着したら滑り止めがね、しっかり働いてくれるんで、全然滑んなくなるっていう風な、まあ、こういう二重でのストップ機能っていうのがあるんですね。なので、剥がすときはめちゃめちゃ簡単に、力入れたら簡単に剥がれてしまうんですけども、このマグネットの位置さえパチッと合わせてあげれば、横スワイプにはめっちゃ強くて、結構強めにこうやってね、スワイプしても、全然フィルムは剥がれることとか、ずれることはありません。こんな感じで、かつてはマグネット式だったものが接着タイプになって、で、今回はマグネットプラス滑り止め加工っていうものがされることによって、かなりね、これ使いやすく進化してきたなというふうに思います。まあ、こんな感じで、ペーパーライクフィルムっていう基本的な機能はちゃんともちろん使えるし、この着脱の部分ですね、下のフィルムとかを一気に剥がしてしまうことなく、かといってずれることもなくっていう風な、この絶妙な着脱具合っていうのが結構個人的には気に入って、今までの問題を全てクリアにしてくれたなと思って、このベルモンドのものはいいなと思って今回ご紹介させていただきました。で、入ってるものも結構ちゃんとしていて、本当にこのメーカーすごくちゃんとしてるんですよ。この別に、ね、貼って剥がすタイプなんでいらないとは思うんですけども、こういう風なクリーニングキットね、こういったものもちゃんと付属していて、裏もですね、ちゃんとこう日本人のスタッフの方がこうメーカーとしてやってますよっていうのが分かるような、この冊子が入っていて、もちろんね、こうなんか Amazon 評価してくださいみたいな、してくれたら5,000円あげるよみたいな、そういったものも全然入ってなくて、 Amazon の規約違反っていう風な心配もありません。で、あとはさっきのペーパーライクフィルムは貼って剥がせるタイプなんで、こういったね、クリアファイルも入ってるんですね。なので使うときはこのファイルから出してこれをね、使ってあげて、使わないときはまたこのクリアファイルに収納して持ち運ぶみたいなことをすれば、フィルム自体がね、傷ついたりすることもないし、結構このクリアファイルもね、なんか普通のクリアファイル、書類とか入れるものよりもしっかりした厚手のものを使ってるんで、まあ、ちゃんと作られてる製品だなってところをね、節々から感じます。というわけで、今後ね、個人的にはこの着脱式のものはベルモンド製のものをご紹介していきたいと、お勧めしていきたいと思っております。まあ、唯一デメリットあるかって言われると、ベルモンドのペーパーライクフィルム、本来上質紙タイプってものとケント紙タイプってものがあるんですね。上質紙タイプの方がより引っかかりが強くて、グッと摩擦力がかかるようなタイプになっています。ケント紙はさっきご紹介したように、ちょっと滑りのいい紙っていう風な感覚のものなんですね。で、まだこの着脱式に関してはケント紙しかリリースされてないような気がしてて、 Amazon で探したんですけどもね、上質紙のものは見つからなかったんで、今後ね、上質紙タイプのものでこの着脱式ってものが出てくれば、より選択肢の幅が広がるんじゃないかなと思って期待しております。というわけで、今日の動画はここまでです。良ければこのペーパーライクフィルム使ってみてください。 iPad で Apple Pencil とかね、スタイラスペンシル使うのが楽しくなって、より字を書いてみようとか絵を書いてみようっていう風な意欲のアップにもつながると思います。というわけで、今日の動画少しでも面白かったとか参考になったよと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。よし。
ちょっとね軽いアフタートークで最近買ったね植物をご紹介させてください。ちょっとねこう引っ越してきたばかりで新居が割とこうまだ味気ないというか、特に僕の部屋ねこのコンクリート調の床材とかを使ってるんで、ちょっとこう寒々しくなっちゃうんですよね部屋が。なのでそういうのもあってちょっとね植物たくさん置きたいなと思って、これをね最近買ったんですよ。じゃじゃーんと、これ可愛くないですか。これねソテツっていう結構学校とかにも昔でかい木が生えてましたよね。そのちっちゃいバージョンということでソテツこれ買ってきました。これ中目黒の金刀のお店で購入したんですけども、金刀って今までガラスとかコーヒー器具とかたくさん作ったんですけど、最近植物にすっごい力を入れていて、モーリスっていうね植物ブランドをこう自社で立ち上げて、いろんな植物と鉢をセットで売ってるんですけども、そこでね買ってきたソテツちゃんです。可愛いでしょ。このちょっとハートっぽい形が愛くるしいなと思って買ってきました。で金刀のものはねこういう風な初めから鉢にちゃんと入ってて、鉢スタンドとセットで売られてたりとか、すぐにインテリアとして使えるっていう風な植物をそのまま売ってるんで、もちろんね詳しい方は自分で鉢とかこう植え替えとかしていきたいと思うんですけども、僕みたいな初心者はもうね最初からこう一番おしゃれな状態で売られてるのを買って部屋に飾って管理するみたいな、まあ、そういうのがいいのかなと思って、金刀の植物ブランドモーリス結構おすすめでございます。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。